あれいない。あ、いた。あの、待ってましたよ。花は見つかりましたか？ええ、ありがとうございます。よし、花が傷む前に例として告白しよう。ああ、その前にお礼をしないと。いや、俺は。そんなこと言わないで。気持ちですから。穴場の釣りポイントがあるんです。鳩場の倉庫がありますよね。その裏手の岩礁です。大物が釣れますよ。ぜひ利用してください。ありがとうございます。釣り情報か。こちらこそありがとうございました。一番いらない情報だな。最新モデルが入荷したんですが、見ていきます。最新モデルも揃ってますけどね。はい、じゃあ引き続きね、 VIP 会員を探しましょうか。すみません。どうぞ。景品交換、2階へ上がってね。満金堂の VIP 会員を知りませんか？知らないな。うちは関係ないし。そうですか。いや、関係あるでしょ、ここは。この人はどうだろう。すみません。一杯いかがですか？すぐにお待ちしますよ。満金堂の VIP 会員を知りませんか？そういうことはお話できませんよ。こう見えても口は固い方なんで。そうですか。じゃあ知ってるんだ。鳩場で働く連中にでも聞けばわかるかもしれませんね。何しろみんな遊び好きですから。鳩場か。わかりました。ありがとうございます。鳩場、じゃあ鳩場に行きましょうか。この人なら知ってるかな。すみません。おう兄さん、ここは関係者以外立ち入り禁止だぜ。聞きたいことが。満金堂の VIP 会員を知りませんか？あそこにはたまに行くが、 VIP の知り合いはいねえな。そうですか。満金堂のことなら俺より特製の兄ちゃんが詳しいと思うぜ。俺も最初は特製の兄ちゃんに連れられて行ったんだ。わかりました。ありがとうございます。その人はどこにいるんだろう。特製教えてくれないのかな。すみません。おう兄さん、ここ聞きたいことが。特製さんに会いたいんです。悪いが見た覚えはねえよ。仕事でたまに一緒になる程度でな。そうですか。すみません。なんだ、ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ。聞きたいことが。特製さんに会いたいんです。仕事仲間だけど、兄貴は俺らとつるまねえからわかんねえな。そうですか。誰に聞けばいいんだろう。すいません。何かお困りですか？観光でしたらお任せを。私は勝負観光の案内をしているものです。案内人なのにすげえいかついな。いえ、聞きたいことが。特製さんに会いたいんです。特製さんでしたらあちらに。わかりました。ありがとうございます。あちら。あ、この人、あの2に出てきた人のお兄ちゃんだか弟だか。すいません。おう、何の用だい。満金堂の VIP 会員を探してるんです。特製さんはもしかして VIP 会員ですか？俺はしこたまかもられてるだけだ。金持ちでなきゃ VIP 会員になれねえよ。そうですか。そういや、長寿旅社に泊まってる金持ちがここんとこ派手にぶっこんでブイブイ言わせてるぜ。
確かビップルームにも出入りしてたよ。長武旅社の。もしかしてあの助けてあげた夫婦ですか。こんな汚い部屋もう嫌。他に部屋はないの？わかったよ。なんとかさせるから落ち着いてね。私スイートルームがいいわ。スイートルーム？そうよ。綺麗で広くて眺めも素敵なこの私にぴったりのお部屋。そうだね。君にふさわしいと思うよ。わかりました。ありがとうございます。もしかしてあの人か。行きましょうか。じゃあいるかな。金持ち。あの夫婦を当たってみるか。向かいの部屋だっけな。207だっけ。留守か。フロントに行き先を聞いてみよう。うん、じゃあ聞いてみましょうか。すみません。なんだい。207にいた夫婦はどこに行ったか知りませんか。お部屋が気に食わないとか言ってスイートルームに移ったわよ。金持ちだと思ってわがままばっかり言うから少しふっかけてやったわよ。スイートルームは203よ。203。どんな部屋でしょうね。あ、ここか。もう全然違うじゃん、見た目からして。すみません。なんだ、あんたか。ちょっと聞きたいんですが。何をだね。あなたは満金堂のビップ会員ですか。満金堂？そうだが。俺に紹介状を書いてもらえませんか。はあ？愛しのスイカちゃんとこれからラブラブって時にめんどくさいこと言うんじゃないよ。ねえスイカちゃん。あんた何言ってんの。え、この人は私のバッグをひったくりから取り返してくれた人よ。話を聞いてあげなさい。はい、はいはい、紹介状でしたね。ところで何の紹介状でしょう。満金堂のビップ会員の紹介状なんですけど。お安いご用で。切り替え早いな。ちょっと待っててくださる。このおばちゃんのどこがいいんだろうな。でもさ、持って行きたまえ。ありがとうございます。まあ愛とはね、深いものですよね。なんでこの人とこの人がみたいなね、ってこともありますからね。時間的にどうなんだろう。間に合うかな。間に合うか。全然。移動がね、なんかあの前のシェンムみたいに飛べたらいいのにね。これ飛べないんですよね。よし、到着いたしました。紹介状をもらってきました。そこの木札交換所でビップカードを発行できます。さあ、じゃあ作ってもらいましょうか。すいません、
いらっしゃいませ。こちらの VIP カードを発行してください。手続きに2ヶ月ほどかかります。え？紹介状があればすぐに発行してもらえると聞いたんですが。紹介状をお持ちですか？はい。ご提示ください。これです。確かに。では300元いただきます。え？お金かかるんか。お金を取るんですか？発行手数料として300元いただいております。結構かかるね。もう払うしかないですよね。わかりました。払います。それではカードを発行します。ご来店の際は必ずお持ちください。はい、これでいただきましたね。さあ、じゃあお客様、VIP カードのご提示をお願いします。カードか。はい、VIP 会員です。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。よし、行きましょう。ああ、すごいね。で、万来軒で酒を飲んでたら日本人が空手の勝負を挑んできたのさ。その空手野郎はビール瓶を割って兄貴に襲いかかってきたが。だが逆でしょ。兄貴は間一髪避けて反撃。たまげた空手野郎は一目散に逃げてったぜ。俺たちも追いかけたんだが、逃げ足だけは早いのなんの。まあ空手っつうのは逃げ足だけは早いってわけだね、兄貴。ま、そんなとこだな。すごい強いのね。おい、あ、おい、なんだっつうの、うるせえな。兄貴、またこいつです。てめえ、今度は勘弁しねえぜ。ここで戦うのか。ここでやるんか。よし。壊れちゃうんだ。まだか。エンさんはどこだ？エン？八ヶ村の石堀氏だ。いれれれ。ああ、あの親父か。事務所に。俺たちの事務所にいる。事務所？どこだ？いれれれれれれ。わかった。話すから勘弁してくれよ。事務所の場所は？長部旅社の裏から回って。地図を書け。わかったよ。話さなきゃ書けねえだろう。早く話してくれよ。
煽ってる。これなんかチラッと見えてるけど、書かなくてもいいレベルだよねこれおい急げうん別にこれ書かなくてもよかったんじゃない？さあじゃあ行きましょうか。はい、とりあえずですね、時間も遅かったので一旦ホテルに戻ってきました。リョウ、何か分かった？満金堂でレッドスネークから話を聞けた。奴らの居場所がつかめそうだ。じゃあ父の居場所も？まだわからない。それを確かめに行く。私も一緒に。俺一人で行く。え、どうして？レッドスネークは危険な奴らだ。まずは確かめてからだ。うん、何かわかったらすぐに教える。それまで待っていてくれ。わかった。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。あ、そうだ、テレフォンカードか。すみません。いらっしゃい。テレフォンカードは1枚5元だよ。何度も電話するならいっぱい買っとくといいよ。一回一枚だったな。私が決めたわけじゃないよ。文句なら決めたやつに言っとくれ。で、何枚買うんだい？買いましょう。じゃあ4枚ぐらい。はい、毎度。何度も電話するなら。じゃあ今日誰に電話しましょうかね。ファン名に行きましょう。あの、すみません、今老師はお留守で。あれれ、その声はもしかしてリョウさん？リョウさんですか？ああ、ファン名か。はい、よかった。リョウさんが元気でいてくれて。ああ、俺なら大丈夫だ。ファン名は元気にしてるか？そうか。でも急にお電話くれるなんてどうしたんです？誰かにご用ですか？ああ、それは、ああ、ちょっと周英さんに聞きたいことが。老師に？もしかしてリョウさん今ピンチとか？ピンチ？リョウさんが老師に聞きたいことって必殺技の奥義とかですよね？え、必殺技って、いや、そういうことじゃ。じゃあすっごい剣法の強い敵と出会ったのでそのやっつけ方を聞きたいとかですよね？いや、そういうのじゃない。え、じゃあ一体何なんですか？それはファン名が泣いたりしてないか周英さんに聞いてみようと思ってな。え、私か？ああ。それって、あの、
ところで、秀英さんや文武廟の人たちは変わりないか？はい、みんないつも通りです。真面目に一生懸命お勤めしてます。そうか。じゃあ秀英さんによろしく伝えてくれ。はい、このファン名に任せてください。じゃあまた電話するよ。はい、りょうさんもお元気で。私はここでずっと帰りを待ってますからね。ああ、元気でな。はい、今はやめておくか。ということであれなんですね、リョウもからかったりするんですねちょっと意外ですね。さあ、じゃあ一旦自分の部屋に戻って、チンピラのアジトに行くのは、あ、またいるなんか毎日いますね最近。勝負でも生薬を見つけた。え、勝負にもあるのか？うん、ハッカソンよりもずっと高い値段で買い取ってくれるらしい。そうなのか。この町には病院も薬屋もある。きっと薬が欲しい人がたくさんいるんだと思う。そうかもしれないな。父にも町の薬を飲ませてあげたい。病院にも。そうだったな、シェンファの親父さんも時々具合が悪くなるって言ってたな。うん、大丈夫だシェンファ。親父さんを助けて町のいい医者に連れて行ってあげよう。ありがとう。うん、最近女の子の話ばっかりだったけど、今回はなんかまともな話をしたって感じですね。はい、とりあえずですね、一旦ここで終わりにしましょう。アジトに行くのはまたね、次回ということで、それではお疲れ様でした。